さあ、ということで本日ね、リミットブレイクガシャがリニューアルされて、やってきたということで、こちらのね、解説やっていこうと思います。ちょっとね、このガシャの仕様が変わってて、いろいろ賛否両論ありそうなんで、まあ、ぜひ皆さんのね、意見も聞かせてもらえたらなと思います。はい。で、一応ラインナップがね、ここで見てもらったらわかる通り、フェスティバルのキャラまでね、増えてるんで、まあ、ほぼ当たんないですけど、一応ね、そこだけ。で、ここにね、書いてありますね。おまけのコインで合計1000のマルチゲットしよう、リミテッドマルチゲットしようって書いてるんですけど、こんな感じになってますね。ガシャコインがもらえて、それを交換所でリミテッドマルチとか通常マルチと交換していくって感じになってて、今まで一周3000個だったのが、5000個になってるんですよね。で、こんな感じで、その代わり、おまけでリミテッドマルチ200が2回分追加で交換できるよみたいなのが増えてるんで、1、3000個で今までリミテッド600だったのが、1、5000個でリミテッド1000になってるっていう。1換算したらどうなんだろう、ちょっと今寝起きすぎて、脳働いてないんで。あれなんですけど、まあ、僕は別に、どっちでもいいんですけど、人によってはね、1、3000個ないせいで、まあ、全部引けなかったって人はなんかちょっと悔しい思いしそう、だと思うんですが、一応、一応今まで通りのね、石3000個だけ今回のね、ガシャを回したとしても、リミテッドマルチ600は一応交換できるんで、まあ、そこまでめちゃめちゃ損するようになったとかではないんですが、まあ、一周するのにかかる石はね、まあ、増えましたよっていうことが、まあ、とりあえず頭入れといた方がいいのかなって感じですね。はい。ということで、まあ、ちょっとというか、まあ、全部回していこうと思います。どんな感じなのか。うん。ちょっと水飲みますね。最近乾燥してめっちゃなんか嫌なんですけど。で、まあ、いつも通りのリミットブレイクガシャみたいな感じで、もうガシャは完全におまけで、もうマルチがもらえるっていうのがありがたいガシャなんでね。はい。あ、待って、これってさ、キープしとくことできんのかな？だったらめちゃくちゃ熱いんだけど。一生このガシャコインキープできるんだったらめちゃめちゃやばくない？そしたらもうリミテッドマルチ、ねえ、このガシャが来るたびに、なんだ、温存してたのをさ、交換できるみたいな。で、欲しいリミテッドキャラというか、突上げたいリミテッドが来たら一気に交換するみたいなことはさすがにできないのかな？ま、さすがにできんよな。はい。で、一応ね、こんな感じで、並べてますけど、石が、はい、一応ね、今まで通りのね、石3000個だとここまで引けるんで、うん。で、ここまで引けばガシャコインがね、手に入った分で、リミットマーチ600とか、は一応交換はできるんで、ちょっと余るくらいあるんで、ま、損するとしたら通常スパーキングのね、交換量が減っちゃうってことぐらいかな。なんで、ま、人によってはちょっと、あれかもしれないけど、まあ、リミテッドマルチが追加で400手に入るようになったのが嬉しいよって人からしたらまあ良くなってるんだけど、まあ、多分レジェンズはムカスが多いから叩かれそう。どっちなんだろう。まあ、正直でも石5000個になったとしても、まあ、人によっては3000個とかリミテッド600でストップするぐらいの個数交換でいいと思うんですけど、僕は5000個使って全部回してリミテッドマルチ1000欲しいな、確保した方がいいなって思いますね。特にクーラーがマジで強いんで、持ってる人はもう絶対回してクーラーにマルチ振った方がいい。まあ、もしくは、まあ、フェスティバルに向けて何かしらのリミテッド来ると思うんで、その辺のキャラに振るようでね、まあ、キープしとく。まあ、僕も常にキープしてるんですけど、マルチは基本的にはっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。もう僕はとりあえず人造人間のリミテッドがいつ来てもいいようにマルチは常に、はい、溢れさせてというか、所持数最大にして待機してますね。はい、まあ本当にガシャはおまけ、もう出れば本当にラッキー。このガシャからリミテッドのキャラクターが出たとしても結構古いのも入ってるんでね。さあ行きましょう。
まあなんか今レジェンド散々なんかね、燃えてるんで、これでちょっとまたヘイト買うような。多分ね、ヘイトをどこかしらでは買ってると思うんだよね、今回のガシャ。5000個で嫌がってる人というか、通常スパーキングマルチのもらえる個数が減ったじゃないかって怒る人いると思うんで、うん。やるしかねえか。まあね、石3000個しか貯めれなかった人からしたら不幸のニュースですよね。うん。ちょっと待って、マジでやばい。乾燥しすぎて。はい、ということで、回し終わりました。石5000個使って、まあ、アイテム、ガシャコインが40枚手に入るんで、まあ、できるだけ、まあ、最悪リミテッドマーチ600確保は、まあ、さすがにね、必須かなって思いますね。石3000個で今まで通りできるんで、ぐらいかな。うん。はい、交換所の画面映ったんですけど、こんな感じですね。まあ、リミテッドマルチ600、もうこれは最低でも確保した方がいい、絶対に。うん。で、202個は、まあ、人によってはだけど、まあ、要は今まで通りの石3000個で600だったのに、プラスで、石2000個使えば、リミテッドマルチが400手に入るって感じなんで。で、一応ね、このクーラーに使うのが、まあ、今のところは一番おすすめですね。うん。はい、ということで、一応、リミテッドマルチ、まあ、振った方がいいキャラなんですけど、まあ、この辺になってくるかな。まあ、特におすすめなのは、クーラ、78身勝手、龍拳。まあ、トランクスもね、まあ、そんなめちゃめちゃ見るキャラではないけど、普通に強いですね。うん、まあ、特にクーラだね。まあ、この辺のキャラ持ってるんだったら、まあ、今回のマルチ交換して、速攻振るのも、まあ、ありなんじゃないかなって感じですね。まあ、他のキャラも全然ね、使っていいキャラいますよ。セミとか、カツメシ、ゴジフォー、まあ、石腕もユニフラで強くなったしね。あとは覚醒キャラで言うと、マベジ、ベジブル、このあたりは普通に今活躍してるし、フリーザとかね、いるんで、まあ振ってもいいかなとは思いますが、まあ、正直この5体持ってない人はいないと思いますけど、どれかしら持ってると思うんだけど、4周年とかで始めてれば。まあない人は正直マルチ交換所で交換してキープでいいんじゃないかなって思いますね。まああくまで個人的な意見なんで、はい。振りたいキャラに振るのが一番です。あと、純風とか、覚醒オブロリーもね、ユニフラで強くなってるんで、まあ、その辺も別にいいのかなって感じですね。まあ、ということで、まあ、今回のガシャ仕様変更、ぜひコメント欄でご意見お待ちしてます。あとは、ゆるレジがそう、10月18日、ちょっと先ですけどね、発表されました。なんか、重大発表や、アップデート情報を公開みたいですね。ここも新キャラ来るのかな、何かしら、リミテッド。で、バトルロイヤルが本日から開催なんですが、いや、これ開催時間ちょっとね、ちゃんと見てなかったんですけど、今までって9時とかからできたんですけど、9時とかからだったんですけど、夜、最速でね。19時になってるんだよね。いや、今日9時からかと思って、夜予定入れちゃって、もしかしたらバトルロイヤルの動画明日に上がっちゃうかもしれません。まあ、そこはちょっとご了承ください。いや、ちょっとここ時間変わってるの知らなくてびっくりしました。19時からなんだ。今まで9時とかからだったんですけど。うん。まあ、劇場版縛りということで、こちらもまあ、はい、楽しんでやっていきましょう。石もらえるんでね、これも。これの石はどんぐらいもらえるんだろう。バトルロイヤル。あ、石300個か最大。うん、まあまあ、もらえるもんは絶対もらった方がいいんで。はい、頑張りましょう。バトルロイヤルでね、おすすめのパーティー編成の動画は、まあ、昨日か一昨日ぐらいに出してるんで、まあ、ぜひね、そちらも、まあ、わかんないよって方は見てもらえたらなと思います。ということで、終わります。お疲れ様でした。